こんばんは。今回はですね、アプローチで、結構最近アプローチ動画多くて、ざっくりシャンクっていうのは結構多くやったんですけども、それと同じぐらい出るミスとしてトップボールですね、カーンって打っちゃう、それの原因ってやってないんで、それを今回やりたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。じゃあ30ヤードの白旗、うん、旗ね、狙いますね、うん、トップする原因で打ちます。いろいろ理由あるんですよ。距離に対して腕グリップ付近、要はグリップと両肘のこの三角形のスピードが30ヤードに対して速い。これは体の動き、クラブの高さっていうのは30ヤードに対して、ここの三角形だけ60ヤードぐらいのスピードで動いてるんでトップするんですよ。要はクラブが30ヤードの大きさだから、そのスピードで降りてくるのに、ここの三角形で速いからこういう状態になるんですよね。それでトップをする、クラブが降りてこないから、それでトップをしちゃうので、必ず30ヤードの時は素振りで全てが30ヤードのスピードで動いてないと、もちろんダメ、もちろんそれは30ヤード以外でも同じです。これぐらい。実際30ヤードのスピードってこれぐらいじゃないかな、うん、多分ワンバウンド目でちょうどいいところに落ちてるんで、言い訳していいですか、雨なんでスキップしてますファーストバウンド。そこ計算していいですか。あー、いいですね。まあどうでもいいんですけど、それはとにかくテイクバックが早かったり、ダウンスイングが早かったり、何か30ヤードに対してどこか合ってないスピードの部分が絶対あるんですよ。大きさが合ってないってことってほとんどないんですよ。例えばなんでかっていうと、大きさがちっちゃかったらスピードを速くするんですよ、絶対に。こうやってしたら距離ってなんとなく合うんですよ。これ逆もそうで、大きいなと思ったらこうやってゆっくりやるんですよ。まあ両方うまくいけばもちろん当たるんですけど、こうきっちりイメージは出てるのに、その自信がないためにスピードが速まることがトップの原因なんですね。なんでその原因っていうのが、やっぱり腕のスピード感、一番多分腕が速くなりやすいんじゃないかなと思うけどね。50ヤードなんかも一緒、まあもう変な話、10ヤードとか15ヤードぐらいもそうなんですよ、うん、そこって多分これぐらいしかゆっくり動かないと思うんですよね、うん、あれ以上早く動いたら飛んじゃうんで、でもそれをどうしても自信ないからってこうやって早く動くとトップしちゃう。そうで、練習方法が重要だと思うんですけど、例えばじゃあ練習場来ました、で1球目です、これ本日ので、58サンドウェッジ持ってますって言ったら、まず30ヤードを打つのにイメージでこうやって素振りするじゃないですか。こうやってしたら1球目絶対届かしちゃいけないんですよ。30に20ヤードでもいいんで、絶対ショートさせて打つ練習。今から30ヤード打つんですよ。でも30ヤード打っちゃいけない。29ヤードあれもあんま良くない。危ない。も、そう、もっとショートしていいです。これぐらい。で、あ、あれで多分20ヤードぐらいなんで、あと10ヤード先じゃないですか。って言ったら、10球かけて30ヤードに届かすイメージ。徐々に徐々に距離を上げていく。で、今25。28、これいい、30、はい、ああいう風に上げていくと急がないですよ。で1球目から30打とうとすると、その日の感覚って身についてないのに30ヤード打とうとすると、こうやって急いじゃうんですよ。そうするとああやって大オーバーしたり、今度あの大オーバーが気になって
シュッて緩めるんですよ。そうすると歯が出たりざっくりが出たりトップしたりといろいろ出るんで、まあとにかくミスショットにつながりやすいですよね。なんでこうアプローチ、例えばじゃあ今30ヤードできたんで、じゃあ50、次50ヤードって言ったら50ヤードもピンまで届かしちゃダメです。これぐらい、これぐらいショート、あー届かないかって言ってわざと届かないように打ってるんで全然気分も悪くないですよ。なんであれをちょっとずつピンまで打ってってあげる。そうで、あれでエッジぐらいで行きましたって言ったら次に、まあ、ピンぐらいかピンの若干ショートぐらい、あこれもエッジぐらいで全然いいですよ。打とうとしてないんでピンまで、そうでああいうふうにこうピンまで行かせるようにっていう練習を、あのアプローチで、まあコースの朝の練習とかできた方が本当はいいんですけど、まあワンコインだけとかになっちゃうと球数なくなっちゃうんで、できればイメージを出しながら2球ぐらいずつアプローチするんだったら1球目ショートさせて2球目ピンまで打つとかっていう練習をした方が気持ち的にも焦んないんでいい練習になってくると思いますね。とにかくトップする原因っていうのは打ち急ぎ、そもそもスピードがヤーデージに対して合ってないっていうのがほとんどなんですよ。もう早い、動きが早いので、ゆったりとした大きい動きですねを意識して打っていただいた方がいいと思いますね。これでも長いクラブも一緒ですよ。フェアウェイウッドとかユーティリティとかドライバーもそうなんですけど、とにかくちょろまがいの球が出るっていうのはとにかく瞬間的に早く動いてしまうパーツの動きがとにかく多いんですよ。なんでゆっくりじわーっと全体的にこうじとーって使う意識っていうのは絶対持ってあげた方がいいです。特に苦手クラブ、あと苦手な場面ですよね。そういう時は早くパッて動きやすいのでより意識して打っていただいた方がいいですね。はい、その練習をですね、練習場の方でちょっと試しにやっていただければと思います。では今回の動画は以上になります。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。